やつ、まあ、なぜまた来たんかなと思わずね、はい、個人的に、はい、あのディズニーに負けないテーマパークになりそうだなって思うのがあるんですよ。できるじゃん。あれだけじゃないです。ポケモン の, ディあのテーマパーク作ったら沖縄に、いやもう日本のどっかでもいいんですけど、ディズニーに負けないぐらいのブランド力になると思う。高本さん呼ばれて飛び出てじゃ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 ーん。おあの実はですね、収録、10月の24日分 の, あの収録をこれからあの、まあ、ツイキャスもねあのオンにしながら10月24日分の収録をしますので、これから、はい、あのもしお時間あれば、郷さんもそのまま、はい、お付き合いください。多分ひふみさんはもうあのいないと思うんだけど高本さんもさようです、さようです、呼ばれて飛び出た。来週の、いや来週のじゃなくてね、来週の、そう10月24日分の、あ、はいはい、ね、あの収録っていうことでこれからスタートしたいと思います、オンタイムで行くの？オンタイムで行きます。オッケー。そのまま56分までですね、はい、何かの間違いだとびっくりして、 CM とかも全部入れるのでそのままの流れでお願いします。そのままの流れで行きます、はい、NG なしでNG とかあったっけ、うん、だって自治ネタとかできないじゃん。10月24日何があるか分からんから。あまりどうした天気のことと自治ネタはもうね収録はできない。ああ、そういうことね、はい、ではあと1分ですね、はい、だからついつい話してしまいそうだけどね明日何があるねとかさ何かな、そうハロウィンで盛り上がってんのかなそうだね、ハロウィンの話題はいいかもしれないね、うん、あ資料持ってくるの忘れたな。まあまあいいか、結構これもね重たい話題だからな。はい、ではあと20秒ですね、はい、オープニングからいきます。10秒前、はい、10秒前、3、2、1。オープニングの曲がね、聞けないのが残念ですね。高本さん、郷さん、一回も聞いたことないのかな、もしかしたらね、ツイキャスずっと見て聞いてる、ツイキャスはずっと流れて、トークは聞ける、トークだけ、ああ、トークだけ楽しみください。じゃあマイクあげます。リッキーサーチのレッツ進化球、皆様こんにちばんは。こんにちばんは。はい、10月24日火曜日の6時を回りました。皆さん深呼吸やってますかね。ねえ、ねえ、季節の変わり目でもあるからね。え、ね、深呼吸ってやっぱりね大事らしいよ。あ、そう、怒りが収まるの、うん、怒りも収まるし怒り収まる、自律神経って知ってる？はい、知ってます。女の子はねやっぱ乱れやすいのよ、うん、自律神経が、ね、はい、一時期入ってたね、はい、自律神経失調症とかさ、この自律神経の中で、はい、自律神経っていうのは要はあの自律神経というこの文字だから、はい、あの自分が意識しなくても動いてる、うんうん、体の中のもの、はいはいはい、うん、これ要は、うん、例えば心臓とかさ、うん、心臓を肺さち止めてってできないでしょ。できないねできないでしょ。できないね。でいろんなあの、まあ、内臓系が多いと思うんだけど、うん、はいはい、もう自分の意識じゃなく動いてるの自律神経じゃん、はいはい、やっぱ寒い時は体温が上がったりとか、
暑い時は汗かいたりとかっていうのが自律神経の中で、はい、でも自律神経の中で唯一、はい、唯一だよ、はい、自分が操作できるっていうか、できるの何だと思う？自律神経で、自律神経のもう唯一一つだけ自分がコントロールできるもの、考え、ん、違う、これは自律神経じゃないね、違う、うん、意識してこう考えたりとかしてるから、あ、呼吸か、そう、うん、呼吸なんだよ、これが唯一あの自分自身で、はい、コントロールできる、コントロールできる、ね、要は、はい、あの早く息吸ったり、ゆっくり深呼吸したりっていうのは、うん、もうこれも一つの自律神経だけど、うんうんうん、だからその自律神経の中で大切なこのコントロールできる呼吸で、はい、だから呼吸法っていうじゃない、はいはい、ヨーガ、ロングブレスとかヨーガとかさ、はい、瞑想とかでも、はい、ですだから呼吸って大事なんだよ、本当に大事だと思いました。自律神経を整うためにも唯一コントロールできるからさ、はい、いいんだよね、うん、はい、レッツ深呼吸、深呼吸、番組名ですからねいい番組名ですねでしょう、うん、ということで、まあ今日はね、うん、10月24日ってことなんですけど、収録っていう形になりまして、はい、で、かなりね今日は重たい話になるかもしれないんですけど、うん、とても大切な話です。あ、知らなきゃいけないことってありますもんね。そう、うん、でこれまで知らなかったこととか、うん、自分の身の回りで起きてたことが、はい、もう現実にリアリティに起きてるっていうこと、うんうん、これが社会問題になってて、沖縄では特にね、まあ、これ全国であると思うんだけど、うん、全国でもあると思います。沖縄特にね、なんかそういうのがね、うん、明確でしてて、うん、それにその問題にね、焦点を当てた最近の話題の映画があって、はい、その映画についてもね、話したいと思いますんで、1時間お付き合いお願いします、はい、FM ギノワン列深呼吸、この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな海サンゴ畑、沖縄一のビュースポットビアガーデンB サイトの提供でお送りいたします。違うって言うから笑いそうだってやっちゃってくれたから余計、うん、いやー重たいね、そういうところ、ね、自分はなるほどって見た後も、いやこんなもんじゃないよって思ったのが沖縄市出身っていうのもあるし、いやそういう人もいた、近所にもやっぱりそういう子が多かったので、なんかあこんなもんじゃないよって、そう、会場にもね、もともとそういう生活してましたっていう人も来てました、身近にそういう人もいて、だからあ、今夜ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんだよ、だからね、めちゃくちゃ身近にそういうものを見たとか経験したとか、うん、そういった人もいるし、あの映画は本当にね、ものすごいこういい映画だったらさ、うん、やっぱり二度三度見たいと思うけど、あれだけはもう僕は2回目は見れないなと思ったんだけど、会場にはさ2回3回見た人がいたんだよ、うん、2回見た人とかってやると、いいんだと、2回で十分かなと思ったけど、でもそういう映画ってありますよね、あもう2回目見れない辛い実話を元にしたのとか、うん、ある結構こういうの見るの好きで、そうなの、うん、好きっていうかやっぱ現実なことだから、ドキュメンタリーよね、じゃ知って損はないというか、知って改めるというか気持ちを、うんうん、すごく俺もう 入ってしまうんだよね、ドキュメンタリーとか、これは実話を元にした映画ですっていうのは、うん、めちゃくちゃこうなんか記憶にバーって入ってくるから、
2回3回も見なくても、あ、分かった分かった、大変だなと思いながら、映画を見てしまったらやっぱりさ、あ、この人もだ、あっていうのが気づくよ、もっと気づくようになるというか、うん、なるなる、うん、意識するね。本当はなんかそういう子供を扱う保育園の先生とかにも、園長先生たちの人たちにもああいうのは見てほしいと思うんだけど、実家保育園なんですけど、勧めたけど解消の仕方がわからないから、まだ実家保育園、はい、そうですよ、今も、はい、あ、知らんかったわ。沖縄市の保育園で、私はあれ関与してないですよ私はただあのなんていうの、役員みたいなおに入ってるだけで、別に私そこで働こうと思わないし、あ、いや今まで本当知らんかったわ。あ、そう、あんまり言ってない、あんまりなんか、ね、自分みたいな、なんか寄せて人みたいな人がこの保育園に行ってるよみたいな、真面目な家庭なんで、ね、ひっそりと、うん、そうや、うん、見た方がいいよって言ってはいるんだけど、みんな、まあ、現実がなんちゃらかんちゃらって言うけど、いや見ないと思って、うん、いや見るべきだね。これはもうこれからかな、全国労働省やってるのかな、もうやり始めたのかな。ああそうですね、沖縄専攻で、そうそうそう、あれ全国的にもすごい話題になると思う。と思いますね。だって、うん、沖縄は沖縄ではこのストーリーだけど、東京にもいるじゃないですか、東横キッズって呼ばれてる人たちが、あの子たちね、あの人たちは食いっぱぐれがないっていうのは、あの人たち住んで体を売ってるから、ね、うん、で、ああいう子供たちっていうか、まず中学生とかそういう子たちを対象にしてるなんか変態どもがいるから、うん、あれこそもう、ああいうのも映画にしないとよって思いますね、うんうん、それを言葉巧みにさ、うん、助けるからみたいな感じで、そうそう、ただ単に体がやってるってことね、うん、もしかすると向こうだったらもう人身売買ってことで臓器提供とかで海外に流してる可能性だってあるんですよ。うん、もう外国はもうそういうのが多いから、ね、で歌舞伎町自体がそういうところがあるって聞いたので、だから近寄るなよ、女一人では絶対に近寄るなってずっと言われてたんで、裏社会、うん、いや日本でそんなのがあるわけないよと思ってたけど、実際に行方不明はあるからねって、臓器売買ってなんだろうと、そういう映画があるんですよ、名前のない子供たちでしたっけ、なんか聞いたことありますね、存在のない子供たちとか、なんか日本が作った映画なんですけど、江口洋介が出るあの映画があって、あ、これ見た時に1週間私はもう誰かに話さないと解消ができる、うん、消化ができなくて、これはやばかったですね。では CM 開けましたので、はい、マイクかけます。はい、どうも、レッシー呼吸をお届けしてます。いやー、今日はね、まあ、オープニングで話したように、はい、若干こう、重たい話題ではあるんですけど、うん、とても大切なことなので、ぜひ、知らない人はですね、このラジオを聞いて、何か気づくこともあると思うし、一人でも多くのね、人を助けられるぐらいのアンテナを持つことになるかもしれないので、はいはい、ぜひ聞いてほしいなと思いますね。まあ、沖縄でね、先行上映された、遠いところっていう映画があって、工藤監督がね、はい、まあ、沖縄に縁もゆかりもない、監督らしいんだけど、うん、いろんな有名な映画には助監督とかね、そういったので、はい、関わってるこの若い工藤監督が沖縄のこの、うん、子供の貧困とか、うん、DV とか、うん、若年層の、妊娠出産とかね、うんうんうん、いろんな問題にスポットを当てた映画なんだけど、はいはい、うん、
非常にこの内容がリアリティすぎてさ、うん、リアルすぎましたね。ねえ、まあ、サーチもあのこの映画見て、身近にそういう人がいたとかってね、うん、言ってるけど、まあ、僕自身はあの映画を見て、うん、なんていうかな、そんなにリアルに身近にいたわけじゃないんだけど、はいはい、あの少しはね、うん、そういう情報とか、あ同級生のね、うんうん、お姉ちゃんこうやってあのね、あの体を打ってこう商売してて、実際お客さんで行って会ってびっくりしたとかね、うーん、ってもうそういうのは、まあ、何か理由があってね、やっぱそうなってるわけだけど、うん、こういう沖縄が抱えてるこの、まあこれ全国でもあると思うけど、今やっぱ全国一あの収入がね低い、年収が低い沖縄県であって、うん、はい、でなおかつ、うん、子どもの出生率も高いし、うん、まあ、北海道と沖縄っていうのは若年層の、まあ、早い結婚が多いってよく言われるじゃん、はいはいはい、だからこそお互い知らない間にセックスして結婚してできちゃった子でね、家庭環境もなんだよねあれって、うん、こういうって、まあ、15、6とか16、17、8で子供を産む子たちの親も若くで産んでるわけ、うん、そうだからそうらしいね、そんな高校生のさ、うん、付き合いカップルで、うん、今でもあるんですけど、うん、彼女がお家に泊まってるってばって、はぁ、ダメだよこんな泊めちゃうって、うん、だって同じ家に親が行った時も同じ部屋で寝かしちゃダメだよって、うん、ね、本能が働くからね、うん、妊娠したらどうすんのってなるじゃないですか、うん、妊娠したら親が責任取らなきゃいけなくなるよって、この人たちは親になるけども未熟な親だからダメダメダメって、もう少し世間を知って、ね、そういうことをしてもらわないと変わらないよって思うんだけど、いまだにいるわけよ、いるいる、あのだからね、うん、これ連鎖していくのだろうなっていうのは、うん、気づいたのがね、うん、あの30代前半ぐらいだったと思うけど、はい、あの知り合ったあのまあまあ飲み屋でね知り合った女性が、はい、うん、あの私この間おばあちゃんになったっていうわけ、あいる、ね、ってまだ40前半とかで、いやいやいや 30後半でも35歳にもなってなかったと思うけど、うんうん、えどういうことって計算はないけどって言ったら、あの本人も15、6歳であの女の子産んで、うん、でその子がやっぱり、お母さんが30歳になったら15歳じゃん、もうね、うん、子供も16歳で子供産んでるから、うん、もう31、2歳でもうおばあちゃんになってるわけ、教育ですよね、でそれで幸せだったらいいんだけど、で話聞いたら、うん、そのおばあちゃんの親もめちゃくちゃ若いわけ、ま、若いんだね、まだ50何歳でひ孫が生まれてんのみたいな感じでさこれを嬉しいととって、まあ、子供ができるのはいいことなんですけども、うんうん、ただ準備は万端なんですかみたいな、そう、うん、周りに迷惑かけるような望まない妊娠は、うん、出産は、うん、やっぱりそうやって、うん、貧困問題とか、うん、子供を苦しめるとか、うん、で親も遊びたい時期に遊べなくて、うん、頭おかしくなって虐待するとか、うん、そういうふうに走るんであったら、うん、良くないことだから、うん、やっぱそれは変えていきたいというか、うんうん、思いますね、私だからおせっかいしちゃうわけよなんで止めるの、ダメダメダメって言っておせっかいは必要だ必要なんだよ、おせっかいババアになるんですよ、うん、いやおせっかいな人がいないとね、はい、救われない命とかもあるからさ、うん、おせっかい大事だと思うし、うん、まあ、実はこの映画を見た後に、うん、はい、この映画を見ての、トークセッションみたいの、うん、やるっていう情報があったから、はい、S 申し込んで、はいはいはい、それに参加してきたわけよ、あそしたらさ、まあ、200名の会場も満杯で、あ、はいはい、しかもねパネラーがすごかった、またパネラー、その登壇してね、うんうん、いろいろコメント、うん、はい、話してくれる人がね、実体験話す人とか、いや、まあ、実体験話す人は、まあ、会場からの声もあったんだけど、この登壇した人が、
浦添市の松本市長で、タレントの加賀津ゆりちゃん、でいろいろいましたね。ヒープ、あ、ヒープさんもヒープでしょ、うん、であと、タコライスラバーズっていうのがチケットの ね、うん、山川さん、この人元警官の人、そうそう警察官で、ゴージャスリエさん、ゴージャスリエ、まあ、ゴージャスリエさんの話もね、うん、ちょっと深掘りするけどさ、はい、本当にね、この、パネラーの人もすごかったんだけど、うんうん、その中で普通は、まあ、ちょっとこの映画のね、はい、ダイジェスト版みたいな前半で放送したわけよ、うんうんうん、スクリーンでバーって流して、はい、こういう映画でしたねみたいな感じで、うん、その後に登壇して、はい、この映画についていろいろ意見を述べたりとかね、うん、話してで、ある程度中盤ぐらいになったら、はい、会場からも意見聞きたいですって言って、はいはいはい、こういう時ってさ、うん、なかなかうちなんちゅーって手挙げないじゃん、うん、すっごいわけよ。ああ、もうみんなこういう時だからこそ話したい、そうって、うんうん、話したいもうっていう方がバンバン手が上がって、うん、その中には、自分もこういう養護施設っていうかね、うん、こういうのを施設開業しようと思って今はこうやって活動してますとか、そういうボランティアしてますっていう人もいれば、はい、うん、中には実際もそういう映画みたいな、うん、体験した人、うんうんうん、その中でね、糸満から来てた 50代ぐらいの男性だったんだけど、うん、もう子供の頃もう悲惨な家庭だったし、うん、もう映画みたいなね、うん、親は暴力振るうし、うん、でもう貧しくて食べるものもなくて、うん、家はいつも真っ暗で、うん、電気消されたりとかして、もう悲惨な状況の家庭だったらしい。でそれでばあちゃんに引き取られて、うん、そこで育ててもらって、はい、で大人になるっていうか、もうお金もないから中学卒業してすぐ仕事して、うん、で自分が結婚して家庭持ったら絶対こういう家庭にはなりたくないっていう、もう思いでさ、はい、でもこういうのもまた連鎖していくっていうじゃない、親が暴力振るってたら自分も暴力 DV するとかって、うんうんうん、それもだからその部分はもう引き継ぎたくないっていうか、そういう時のもう苦い思い出がたくさんあったから、トラウマは消せないですからね、うん、でそれで強い思いで、うん、幸せな家庭作って、はい、で、商売も始めたわけ、この男性は、うん、で、普通の商店みたいにパンとかお菓子とかいろいろ売ってて、はいはい、うん、でその中でまあお店のね、うん、商品をこう、うん、持っていく泥棒する子、うんうん、低学年のね、うん、子がいたらしい、うん、聞いたら小学1年生とかね、はいはい、2年生、うん、なわけよ、うん、でこんなことしちゃいけないよってこと で、うんうん、で警察沙汰にするのもあれだし、はいはい、でいろいろ話聞いたら、うん、親があそこの店に行ってパン取ってきなさいって、うん、親に指示されてから盗みに来てるわけよ、うん、なんだそれ、信じられる、一昔前に万引き家族っていうのがあったけど、それとはまた訳が違うね、信じられる、もうこういう親はまず連れてこいってなるね、うんうん、どうしたって、なんでって、うん、こういう子がさ、うん、やっぱりどういう思いで育っていくかっていうのを考えただけでも、良い悪いは親が言うことが正しいって思ってしまう子供がかわいそうすぎるね。だって子供の人権無視してるのと一緒だからね、これ。私それ見たらもうそういう時こそ子供食堂やってる人たちにここにお願い、寄付してちょうだい、いろいろね、子供食堂でなんかいろいろ無料配布とかで集めてる人たちもいるけど、うん、結構この人たちって困ってない人たちにも配るわけ、これ、うん、これね、もう言っていいかどうかなと思ったんだけど、うん、すごくね、うん、このタコライスラバーズスタートさせた山川さんの考え方、はい、素晴らしいと思うわけ、はい、
思うわけ、うん、でそういうもう一日一食しか食べれない子供もいっぱいいるわけ、はいはいはい、そういう子たちにとってみれば、うん、ものすごいあのお腹いっぱい食べれてタダで食べれるっていう、うん、このシステムね、うん、今沖縄県内で147箇所まで増えたらしいんだよね、うんはいはいはい、増えてるんだけど、で 俺が実際ね、はいうん、そういう店に行ったわけ、はいはい、で、あ、俺もチケット買おうと思って、はいはい、買ってコルクボードにこの、うん、あのペタッてやって、うん、メッセージ書いて大きくなれみたいな、うん、あのこうちょうど貼ってる時に、はい、あの子供連れのお母さんが来たわけさ、はいはい、子供ちっちゃい子供3人連れてるわけ、うん、でその3人にでそう3人がこのチケット取って、うんはい、何食べるってやってるんだけど、うんその親と子供を見てね、うん、俺愕然としたわけよ。どんなでしたか。なんでかって言ったら今想像ができるんだけど聞いてみます。もう綺麗な緑で、はいはいはい、あいるね、子供も、ねうん、靴も汚れてないし、うん、綺麗な服を着て、うん、タダで食べれるからって来てるわけよ。もうがっかり来てね。でもそういう人たちこそあれなんだったっけ、生活保護、うん、受けてる人かもしれない。そうだって沖縄市にいるだったり、私のお友達がそういうところ担当してて、あいつとある飲み屋ではすごい飲んでるし、車もレクサスだし、レクサスで生活保護をもらいに来るしって言って、私はこんな仕事をしたくない、でもあの OK 出さないとこの人たちにイチャモンつけられるって言って、もうやめましたよ友達、そういう仕事。だからそういう事実もあるし、うん、難しいのよ。いや埼玉の郷さんもね、うん、そうそう未来チケットのことなんだけど、うん、まあこれね賛否あるんだけどさ、賛否あるなんだよ。本当にでも本当に困ってる人たちって、親が恥ずかしいからもらいに行くなよっていう、うん、そう、うん、本当にね、うん、だ親の教育も必要だし、うん、こういうのは本当に困ってる人たちが使うもんだよっていう、うん、このモラルっていうかさ、うん、こういうことを考えられるな親に対して、そう、ね、うん、なんか注意して叱るのもなんだしね。私注意したかも。私ね本当に言っちゃうの。だってこれは本当に食べたい、食べさせたい人にね食べさせた方がいいんじゃないですかってやっぱ、うん、言いたくなる、うん、本当に困ってますって、うんうん、まあ俺もね、うん、あなたこそ出した方がいいんじゃないですって言っちゃう、うん、俺も本当にね言いそうになった、うん、言いそうだ。3人も連れてきたけど、この3人は他にね本当に本当にもうひもじい思いしてる子たちもいっぱいいるわけだから、うんうん、そういう子の人たちための善意をさ、うん、あなたたちは普段飯も食えてるはずなのに、うん、これはね俺はなんていうかな、ね、物価高騰したとはいえまだまだ頑張ろうよって、なんかやっぱり違うところにもっと目を向けてこの人たちのために残そうとか、うん、俺これね言い方悪いけどさ、うん、万引きに近いと思ったわけさ。ああそうかもしれないね。自分たち生活できて飯も食えてるのに、うん、食べれない人たちのための善意を、うん、ああいるね、お前たち万引きするのかみたいな、もう本当に悪い言い方かもしれないけど、のこれ話したら本当にもう大変なんだけど、止まらん。もう自分もさ、なんか子供食堂無料でこの食べ物をずっとボランティアでやってますっていう人がいて、うん、偉いなと思ったんですよ、うん、偉いなと思った時に思ったんだけど、やっぱりこの人たちも消費しないと、うん、やっぱりこの人の名誉もあるんじゃない、やっぱり私はこんなってボランティアやってますみたいな、うん、でも消費しきれなかったらやっぱ無駄になるしゴミにもなるんですよ、うん、そういう人が私に持って行って、息子にパンとか持って行ってって言うわけ、うん、で自分なんでなんでって言ったらさ、うん、いやもうさ私配る時間ないのよ、持って行ってって言われた時にはぁと思ったわけ。あ大丈夫って言いたかったよ。あじゃあ一つだけありがとう、うん、こんだけ全部持って行って、もういろんなパン、もう私たち家族でも消費できないぐらいの量を、うん、卵もなんやかんやもうもったいないからって言うけど、いやあなた何のためにこれ集めてんのって、あなた新聞にも載ったりとかしてこうやってやってるんでしょ、いい活動されてるんでしょ、私ごめんお金ある、うん、だから困ってる人に渡してほしいって言って、うん、私もこういう人もいるんだなと思って、あのね、まあ
根本的なところをメス入れていかないと世の中もっと良くならないなって思いましたね、うん、確かに、うん、じゃあちょっとね、短めの CM をね一旦挟んで後半ね、はい、ちょっとあのクールダウンしようね、うん、って、はい、この家にも息子がいるじゃないですか、うん、で体をいたずらされたとか、はあ、そうでしょうって、自分これ高校の時の友達で、こんなことが本当になるの、よく生きてこれたね、この子頭もいいんだけどさ、この学校では一番のヤンキーになってしまった、でも高校からはあんた勉強もできるのになんであんな学中学校の時ヤンキーだったわけ、うん、まあいろいろあったからさ、そういろいろ親友だったらいろいろ聞くことがあって、もうなんか自分の方が泣いてしまって、自分だったら絶対自殺してたね、よく今でもそのうちにいるの、今でもいる、なんで出ていかない、いやおばあちゃんかわいそうだから、おばあちゃんの面倒私が見るから、でも未だにおじさんはその おばあちゃんの息子っていう人は夜になって好きやらを触ってくるんでしょ、考えきれない、その子とおばあちゃんとかおばあちゃんにも他にもほら娘がいるでしょ、うん、話したって話しても信じない、自分の息子のことしか信じない、つらっと思う、つらいね、つらいね、つらいね、でその子がどうなったかって言ったら、もうちょっと女性、男性も好きなんだけどもちろん女性に走る、で苦しんでる、そのまたそこで、うんうん、まあ、埼玉の郷さんもね、あの FM 議論のやってるチーツモブに、寄付しました、ありがとうございます。あ、まあ、役場の人は、ね、貧困世帯が分かってるはず、個人情報の問題もあるけど人の命が関わることだから、どうかどうか飲食店と連携して、ね、週に数回でも温かいご飯をね、届けてほしい、うん、非課税世帯の証明書を提示してくださいになる可能性を、本当だね、あ、これいいアイデアだね、あ、そういうね、カードね、そう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 、あ、そこでいいアイデア、高橋さんね、うん、ぜひデジタル化になったらできることはいっぱいあるもんね、うんうん、まあこういうのはね、恥ずかしがらずにさ、堂々と助けてもらうときは助けてもらって、うん、その後やっぱり自分が返せるぐらいまで、社会にねこうやって出てきたときに、うん、あとは一番思うのが、こういう映画を見ておせっかいが増えてほしいですね、うん、日本のこの行政の支援の仕方の中に、はい、やっぱり自立するためのプログラムがないっていうのがすごく問題かなって思うんですよ、ないね、結局生活保護を取らせなかったのが前はめちゃくちゃ問題になってましたけど、逆に今生活保護をすぐ受けなさいっていうのが結構問題になったりもするので、軽々ともらえるんだってね今ね、はい、で受けると抜けられないシステムなので、そこからやっぱり脱却してもらって社会に戻ってもらうっていう、このシステムをもっと重視した方がいいなって本当に思うんですけど、そうだよね、私もいるのに、いや本当だよ、きらびやかなパーティー行って生活保護を受けてる、いるの、いる、私もう母のため息しか出ない、そういう人たちいくら注意してもシャットダウンだからね、聞こえてない、なんかね、そもそもそういうなんか恥ずかしいとかそういう感情自体はもともとないんでしょうね、ないんだ、だからもうお金でおかしくさせてんのか、なんかそういう人たちに罰を与えることもできないしね、そう、これも一種の病気だと思ってるから、うん、アイくんさんこんばんは、埼玉の郷さん、今アパート暮らしの方もとても多いと思うんですが、だから近所にどんな世界が暮らしているかも
知らない人も多いはず、うん、僕はアパート暮らしの時同じアパートの住人全員に挨拶したから、東日本大震災の時はアパートの住人の全員の安否確認ができた時みんなで泣きましたよって、うん、いやー本当だよ、隣近所ね知っとくべきだね。ずるい人とそんなところに頭使わず違うところに頭使って、それよね、本当だよ、ずる賢い人っているからね、もうどうしようもないよな、だから自分がやってることが恥ずかしいことなんだよっていうのを何らかの形でそこにフォーカスした映画作ってほしいね、うん、今度ね、そういうちっちゃなねパンフレットでもあって冊子みたいのがあって、はい、それをポストに入れたいね、あなたがやってることは恥ずかしいことなんだよっていうこの アニメーションでさ書いてあって、子供が見てもわかるぐらいのさ、お母ちゃんこれダメだよねとかって、ね、子供に言われたらさ、うん、なんかねハッと気づくかもしれないしね、もうだけない、またか、 あと今 CM 入ります。ああそうなんだ、いやね本当にね、うちの住宅では僕が毎年先頭に立ってバーベキュー企画して交流会します、いいねいいね、ねバーベキューいいよね、やっぱり、うん、隣近所仲良く本当に助け合いっていうのはもう昔はそうじゃない、物々交換でさ、はい、あの畑で芋をね、うん作ってる人は芋取ってきて、はい、大根と交代、ゴーヤと交代したりとかさ、ね、お米とね、うん、そういうところからあの日本はね、うん、農耕民族だからそういうのできてきたんだから、うん、どんどんそういうの今ないな、うん、近所のおばあちゃんたちみんなあれ他界してしまって、お隣は本部出身の家族だから一番仲良しですって、ほんとね田舎の人ほど本当にあのなんていうかな、人の気持ちが分かるっていうか、うん、やっぱり助け合い普段からしてるからね、シーマー来ました、はい、はいはい、どうも、列進呼吸をお届けしてます、はい、今日はですね、もう本当に今沖縄でも話題になってる、遠いところっていうもうドキュメンタリー映画に近いね、うんうん身近で起こってることがね映画になってて、その題材がやっぱりこの若年層での、妊娠出産、15歳16歳で子供を産んで、うんそのままもう貧困になっていく、うんはい、でそれから、若い時に出会ったこの男性にね、うん仕事もしない男性に DV を受けたりとか、うんそういったのがね映画の中で描かれたんだけど、はい、この先日のトークセッションの中でね、はい、いろんな話があって、本当にうちのあの男って最低だよなっていう、すごいこの暴力振るったね、仕事もしないで、はい暴力振るった男性に対しての非難合々っていうのもあったし、うん、一方ではまた別の意見でさ、うんこの旦那は若い旦那はね、うん、仕事はするけどすぐ職場の雰囲気に合わなかったりして、うん、クビになって、仕事を探してもまたクビになって、うん、要は摂食障害っていうかさ、なんか社会適合者不適合で、うんうん、なかなか仕事が本当は仕事して収入稼ぎたいと思ってるけど、うんうん、そういうなんか障害があってイライラしながら暴力振ったんじゃないかとかっていう意見もあったりするわけ。あ、はいはい、その男性の裏にはそういう事情もあってのことじゃないかなっていう意見もあったり、うん、あ、それは絶対あると思います、うん、ただ目の前で DV やってるから その現場だけ見て悪いっていうんじゃなくて、うん、その原因がありますからね、うん、背景に何かあるんじゃないかっていう風な見方をすれば、はい、そこもやっぱり救えるかもしれないしね、うんうん、だからいろんな問題がねそこに垣間見れたんだけど、はい、
まあ、さっきサーチも言ってたこの、はい、本当に本当にもう困ってて、うん、今日明日にでも一家心中して、もうこの世からいなくな消えてなくなりたいっていうあの家庭が見えないところでいっぱい現実にあるわけ、うん、でしょうね。でこれをさそのパネラーに出てた、うん、あのゴージャスリエさんって言って、はい、日頃はあの美容院経営してんだけど、はい、で仕事終わったら、うん、夜はあの同じ仲間のボランティアスタッフと一緒に、はい、軽トラに食料品をいっぱい積んで、うん、毎晩のように3軒5軒って回ってるわけ、うん、でこの人がこういう活動してるからっていうことの情報がもう全国的にだんだん広がってきて、はい、いろんなところからあの物資が届いてるわけ、はい、うん、もう賞味期限間近だからとかそうじゃないのもいっぱいね、うん、彼女のもとに届いてそれを毎晩のようにこう配って回ってるわけ、ほうほう、で しかもねこのゴージャスリエさんが配って回ってるところは、うん、本当に生活困窮してるところがほとんどらしいんだよね、うん、どこにも助けを求められない、うん、もうど何かのつって紹介で、はい、最終的に SOS 出して、うん、ゴージャスリエさんのもとにこの情報が来て、うんうん、あこれ助けないといけないなと思ってこの活動してんだけど、うん、もうほとんどがその若年層の妊娠出産の家庭がもうそういう貧困に陥ってるっていう感じなわけよ、うん、でその中で、まあ、コーディネーターの人がね、うん、ゴージャスリエさんに何かあの印象に残った、うんうん、あの事案ありましたかって聞いたから、はい、うん、何年か前に、うん、SOS が来て、はい、で物資をお菓子とかもね子供いるからって持ってきましたと、うんうん、ちっちゃい子もいるからっておもつとかねミルクとか持ってきましたと、はいはい、持って行ったらびっくり、うん、ドアを開けたら、うん、真っ暗、うん、要は電気ガス水道全部止められて、あそしたらそのお母さんは19歳だったらしい、うん、19歳だけど、うん、3人の子がいたって赤ちゃんが生まれたばっかりの赤ちゃんから、うん、もう本当に、19歳だから、うん、もう2、3、3歳の子じゃない、はいはい、うん、で、あの赤ちゃん子供のおむつもない、うん、ミルクもない、うん、何開けてたんかねもうこんな状況だったらしいんだよね、うん、もう本当にもうギリギリの SOS で、うん、ゴージャスリエさんが行って、はいはい、これ大変だと思って、うん、まずは電気ガス水道普通に、うん、あのやらないとっていう、まあもちろんあの子供のねおむつとかミルクは、うんうん、持って行って、はいはい、当面のねで、相談するところ行って、うん、でお金も工面して役所でね、うん、やって電気もガスも水道もね、うん、通してあげてであのいろいろ相談にも乗って、はいはい、でも社会復帰できるように、うん、そう実は行政にはこういう相談窓口でもあるよとか、はい、うん、あ知らないか、うん、こういう施設もあるよとかっていうのいろんな情報を伝えてあげたって、はい、でもう若いし、うん、でスマホとかも止められてるから、うん、テレビも使、ね、見れないし、うん、情報を得る手段がもうなかったわけよ。あそっかそっか、うん、それで情報を与えて、うん、こういうことでってことで一緒に行って、うん、あの行政の窓口まで行ったりしたらしい、はい、うん、でその子が今、ちゃんと不動産に就職して営業して、うんうん、自立してるらしいんだよ。あすごいいい人に出会ったね。子供ちゃんと育ててね。あいや泣けたね本当にそれ聞いて。もう方法が分からなかったってだけで、うん、そう教えてくるこの大人、うん、そうこうゴージャスリエさんのように、うん、いいおせっかいをしてくれる人がいたが、うん、いたからおかげさまでですよね。そう、うん、もうちょっとでも遅かったら、ね、もうこの、ね、お母さんと子供さん目いなかったかもしれないわけよ。そうだよね、うん、もう誰にも助けを求められなかったんでしょうねやっぱりね。親からも見捨てられてるのか分からんけど、うん、事情分からんけど、うん、そういうところそれに近いところはめちゃくちゃ多いらしいんだよね。あでそこに対してゴージャスリエさんをこうやって助け舟を出してて、はいはい、でさっき言ったみたいに
本当はあのお金に余裕があるからとかってそういう人はほとんどいないわけよ。ゴージャスレイさんが支援してるところは、うん、もう本当にもう今日明日食べるものがないとかね、はあはあ、うん、お菓子も買ってあげられないとか、はあ、そういう、ね、お米もないとかそういうところにもうカップラーメンとかいろんなの持って行ってあの相談受けてるわけ、うんうん、はいはい、このレイさんがやってるこの支援物資はただあの食料品届けるだけじゃなくて、うん、ちゃんとあの食料品 SOS では持っていきますけど、うん、その代わり、30分ぐらいの、うん、あの相談時間がありますっていうことを歌ってるわけちゃんと、うん、だからあただもらってありがとうバーネじゃあねじゃないわけよ、うんうん、なぜそういう状況になったのとか、あそれ大事、一番大事、それを必ず、うん、あの話さないといけないわけさ、はいはいはい、うん、でそこからあのどうすればあのこの状況から抜け出せるかっていうのを一緒になって考えようっていうね、すごい本当にすごい活動だなと思ってさ、うん、もう俺だから生半可の気持ちじゃできないよこれは、うん、まあビビったるだけで俺も支援してるわけさ、ゴージャスレイさん、うん、でまあこの放送をね聞いてる方がはあのゴージャスレイさんってあのフェイスブックでもゴージャスはカタカナで、リエは漢字なんだけど、うん、検索してみたら、フェイスブックでも見れるので、うん、ぜひあの活動をご覧いただいてね、うん、あの支援できる方がいたらあの支援してあげて一緒にボランティアね活動できる方はやってもいいのかなと思います、うん、まあ、こんな感じでね会場でも本当にねいろんな話聞けたし、あゴージャスレイさん有名、あご存知ですか、いや本当にねこういうもう天使みたいなね、方もいるし、あのフードドライブでね、いろいろこう活動して、そういう施設に、支援物資を送ってる、企業もいっぱいあったりするし、まあ捨てたもんじゃないんだよね、ただそういうところを知らないんだよね、こういう本当の意味での生活困窮者っていうのは、はい、もう情報弱者でもあるし、うん、さっき言ったみたいに電気ガス水道とか携帯もね、止められてたら情報を得る手段がないから、うん、そこに気づくためにはみんなが、まあ、冒頭で話したようにアンテナを立ててね、この遠いところっていう映画見て僕もハッと気づいたんだけど、はい、たまにねものすっごいこうなんていうかな、赤ちゃん子供のこの泣き声で、うん、なんて言ったらいいかな、普通のギャー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 ってこうなんか泣いてる声じゃなくて、うん、もう腹からもう助けてっていう感じの泣き声の子供の声を聞くことがあるわけたまに、うん、親が虐待してんのかなとか、うん、ただほったらかしで感触を起こしているだけなのかとか、うん、もしかしたらちっちゃい赤ちゃんをね、うん、部屋に置いたまま、あ若い男とどっかデート行ってんのかなとかさ、怖い怖い、よくだって車に置きっぱなししてパチンコしてあの子供亡くなったっていう話もあるぐらいだから、まあ、家だからって家に置いてクーラーつけて、うん、自分は遊びに行ったりとかさ、うん、してたら分からないじゃん、うん、だけどこのアパートとかさ、こう住んでる隣近所の人が、うん、そういう赤ちゃんのね SOS の泣き声とか聞いて、うん、やっぱ心配してあげる人もいないといけないと思うし、そうですね、で本当に困ってそうなお母さんとかいたらね、うん、ゴージャス A さんが言うには、うん、一言かけてほしいって言うんだよ、一言、うん、大丈夫ねって、うん、大丈夫って、うんうんうん、これだけで救われるらしいんだよね、うん、あそうかもしれないですね、ゴージャスレイさんが言ってたのは大丈夫、もう大丈夫だよって言ったら、うんうん、もうわーって号泣するらしい、あそっかそっか、うん、助かったっていう思いがあるのか、うん、話聞いてくれる人がいるっていうので安心しての涙なのか分からんけど、うん、そういうことは言ってたのね、うんうん、ぜひね
あのアンテナを立てて、はい、そういう、まあ、お母さんとかそういうお子さんとか見かけたら、まあ、あの外国ではね簡単にちっちゃい子に声をかけるとかなんとかっていうのはあのあまり良くないって言われるのは、うんうん、やっぱりこの、うん、子どもの誘拐とか海外で多いからそういう風になってるんだけど、うんうん、日本ではそういうことじゃなくて、ほったらかしするんじゃなくて何かこう一言声をかけるとか手を差し伸べるっていうのは大切じゃないかなって思いますね。大体もう洋服見たら分かるからね、うん、そうそうそうってなるから、そう、それとか、まあ、あの表情とかね、うんうん、見たら、うん、やっぱりちょっと大丈夫かなと思ったら声かけてあげるとかさ、はい、その本当にもう生活に困っててるお母さんが、うん、まあ一人あの、まあ、街中っていうかどっかで見た時も何かしらあれなんか変だなと思ったら大丈夫ねってね声かけてあげて、うん、そのもあの大事だよっていうのはリエさんが言ってたね。ああみんなでおせっかいだ、いいおせっかいサーチぐらいの人がいっぱいいたらねあの助かる人もいっぱいいると思うし、うん、なのでね、あの映画っていうのはいろんなことをこう投げかけてくれたっていうかね、うん、あのこの女の人がさ、はい、この主人公の子が、まあ、未成年で、キャバクラとかそういう風俗で働いてるところを警察に捕まるわけよ、はい、捕まるシーンがあって、はい、で警察署に連れて行かれた時に、はい、あのまあ、女の子だから婦人警官がパソコン打ちながら、うん、あのどうしてこんなことやったの、まだ未成年とかダメって分かるでしょうとかさ、うん、すごくこう あのありがちな事務的な対応してるわけ、はい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 、それに対してやっぱり、あ、やっぱり心開かないですよね、うん、この大人もなんかただ好奇心半分でこうやってただ聞いてんだなっていう思ったんだろうね。もう答える返事も別にとか、そうなるわけよ絶対に、うん、いや、うんとかってもうちゃんと答えないわけさ、うん、もう気持ちわかるわけ、うん、だからああいうこういう SOS をあの出したい、若い女性とかさ、はい、そういう人たちが何らかの形で警察に捕まったり、うん、あの DV 受けて病院送りになったりとかした時の一番の窓口が病院であったりとか警察であったりするわけだから、ね、病院とか警察にも、うん、もう本当にゴージャスリエさんみたいなね、うん、そのまあ、ね、警察官は特にそうだなと思います。使用対応するんじゃないよって、そう、それに業務的な対応ね、本当に心に寄り添うあのプロのね本当にプロのカウンセラーがいないとダメだと思うわけさ、うん、お金払ってでも外注も、うんうん、あの民間の人呼んででも、うんうん、公務員だから警察官だからその仕事として事務的にやるんじゃなくて、まあ公務員も税金でね、多分まあ警察官もその授業あの何ていうの、うん、訓練の一環で、うん、やっぱりこういう人たちのちゃんと心に寄り添い方とか、うんうん、やっぱり警察って私の旦那さんは元警察官だから言うんだけど、温厚な人でも、うん、あんだけ勤務してたらどん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 ロボットみたいになるわけ、うん、自分が何度も昨日どんな事件があったのって聞いた時にこういうことがあった、後悔してる自分、もう少しあの子供に目を向ければよかったってやっぱ悲しいお話とかもいろいろ聞いてきたから、うん、なんでそこをそうこうまでしてちゃんとやらなかったのって言ったら、うん、そうなんだよねって、なんか警察やりすぎて心に余裕がなくなったのかなって本人思ったんだ、うん、まあ、だから10年もしない9年目ぐらいで辞めたんですけど、うん、でこのタコライスラバーさんは、うん、まあ同い世代の人って言ってたね、うんうん、僕が警察官の時に彼を置いたって、うん、彼は今警察辞めてそういうこと、うん、活動してるんだよって言って、うん、あタコライス、あそうなのって、うん、よく飼ってるよ金秀でって言ってそういう話をして、うんうん、やっぱ分からない人には分からないし、うん、ね、だからこういうところはねあのいくら警察病院だとしても、うん、本当に事務的に扱うんじゃなくて、うん、
民間の力を借りてでもいいから、お金払っててもいいから、うんうん、プロのカウンセラーっていうのをもう窓口に置かないと、心開いてくれないしさ、ね、本当の解決にはならんと思うわけ。ならない、ならない、うん、寄り添い方が違うですかね。そうそうそう、うん、だからこれってね課題だなと思ったからさ、うんうん、あの映画見て俺思ったわけよ。あ、こんな対応やってたら絶対心開かんし、あの解決にならんな、またどっちみち釈放というか警察から出たらまた同じことになるなっていうのはもう目に見えてるし、うん、だからこの辺もあの課題解決の一つのね、もう、うん、たくさん改善するところがありすぎてね、あるある、あるうん、もう1回だけじゃすまない、こういうの定期的にね、なんかこれをきっかけに、遠いところをきっかけに、なんかそういうあちこちでさ、そういう、コミュニティが、ね、うん、生まれたらもう少し良かったりするのかなとか、うん、でもあんまり与えすぎても良くないから、うん、そうゴージャスリエさんのように、うん、その自立するまでの支援とか、うん、そういうセンターに入れながら、うん、社会に復帰できるような、うん、そういうふうに、だから簡単になんていうんですかね生活保護をもらっている人たちも、うん、ちょっとあの叩き直してというか、うん、そういうものがもっと生まれたらいいんじゃないかなって思いますね。いや本当にそうなんですよね、うん、で実は宜野湾市にもね、はい、そういう自立支援ホームっていうのが最近立ち上がってて、はい、ステップっていうとこなんだけど、うん、まあ、検索したら出てくるのかな。ステップさんは、うん、今そうなんか家庭ですごい暴力受けた、うん、若い男の子が、うん、逃げ込んできてて今、うん、保護してるらしいんだけど、まあ、これから、まあ、そういうところがねまたもっともっと活躍していくと思うし、うん、まあ、こういうのをねもうとにかくこの間このトークセッションを主催したのが、はい、読谷村で活動してます、うん、山内優子さんっていう、うん、まあ、70ぐらいのご年配の方なんだけど、はい、この方が代表で、うん、この方が発起人で、この間のトークセッションが開催されたわけ、うん、もう山内優子さんの話聞いても、うん、あの方 もういろんな方々の支援やってるから、うん、いろんなもう話、問題点っていうのはよく分かってて、うん、よくあれを主催してくれたなと思ったし、うん、近々僕は山内優子さんに会いに行きたい、うんうん、会いに行って何ができるかなとか、うん、何が必要かなっていうのをね、うん、まあ自分が今すぐできないにしても、うん、その誰かにつなぐことはできるかもしれないし、はい、まあ、まず知ってもらうことですよね。そう、うん、だ一度ねお会いして話を聞いて、うん、ぜひこの列深呼吸にもね、はい、来ていただいて、うん、話していただきたいなと思いましたね、はい、近々会いに行きます絶対、うん、ゴージャスリエさんも、ね、うん、ゲストで呼びたいね、うん、はい、っていうぐらいで、まあ、情報をねたくさん拡散することによって、はい、助かる人もいると思うので、うん、ぜひねこういうことから目を背けないで、アンテナをね張って、もしかしたら声かけて助かる人もねいるかもしれないので、はいはい、よろしくお願いします、はい、リエ忙しいからねって、確かにリエさん忙しそうだからね、まあ、ちょっとは僕はねコメントでやり取りしてるので、うん、はい、近々お会いしに行きます、行って、うん、ぜひラジオでもね話してほしいということを伝えてこようかなと思いました、はい、ということで、今日はね、若干重たい話題ではあったんですけど、うん、大切な、ね、ことに触れてみました、はいはい、皆さんもいろんなことを考えることあったと思います、はい、はい、ということで、今日はねこの辺で終わりたいと思いますんで、はい、皆さんもうサブスクに、ね、なってると思いますんで、体に気をつけて、はい、ね、気をつけて、また私来週は、24日いや30日この土の火曜日は31日ですね、新潟行ってきます、はいはい、気をつけてください、はい、皆さん
さようなら、ありがとうございました。